皆様こんにちは。いつものキャンプ場に来ています。このところだんだん寒くなってきました。テントを設営しましたが、今日は車中泊です。車中泊冬支度をご覧ください。ご覧のようにこのハスラーは前席部分に少し凹凸ができますが、ほぼフルフラットになります。少し工夫をしました。厚さ5センチの硬質マットを敷きます。2枚の敷きパッドの間に電気式毛布を入れます。就寝1時間前から電気毛布の電源を弱に入れて、あらかじめ温めておきたいと思います。新型ハスラー J スタイル専用のサンシェードです。サイズがぴったりなのでウィンドウからの冷気を遮断できます。相棒のメルちゃんによる入念なチェックです。抱きしめても足りなくて、静かに目を閉じて空気づけを、思い出を振り返る。皆様おはようございます。今日訪れるのは静岡県川根本町須磨田郷です。奥静の紅葉と青い色が見とれるほど美しい川、そしてそこに架かる夢の吊り橋を見に行きます。まるで絵の具を流したかのような美しい青色です。どうしてこんなに青いのでしょう。高いところが苦手なので、私は橋を渡りません。
夢の吊り橋の案内板がありましたので読んでみます。夢の吊り橋はかつてこの地で暮らす人々の生活道として使われていました。戦前戦後にかけて須磨滝を含む大井川流域一帯で水力発電と森林資源を目的とした開発が進み、夢の吊り橋の下流は大間ダムが建設されダム湖ができました。今夢の吊り橋の先の人家はなくなり、美しい自然に触れられる景勝地として多くの人が訪れる場所となっています。湖面の水が青いわけ、これも読んでみますね。夢の吊り橋を象徴する美しい湖面、エメラルドグリーンやコバルトブルーなど天候や太陽光の当たり方で様々に色を変え、その神秘的な姿が多くの人を引きつけています。この美しい水の色はシンダル現象という自然現象によるものです。純粋な水は元来無色透明ですが、わずかな微粒子が溶け込んだ綺麗な水の場合には微粒子の影響で波長の短い青い光だけが反射され、波長の長い赤い光が吸収されるという現象が起こります。これがチンダル現象です。大間ダム湖の美しい水の色は夢の吊り橋周辺の自然の美しさを意味しています。青さの秘密はチンダル現象によるものなんですね。静岡県の地図を司祭に眺めると、夢の吊り橋という名前の吊り橋がいくつも見つかります。そのうちいくつかご紹介いたしましょうね。夢の吊り橋の少し上流にある飛龍橋です。この橋なら渡れます。でも下を見ると怖いですよ。ご視聴ありがとうございました。